イギリスが審査する学科を拡大し、中国人留学生数百人が影響を受けています。米国が中共党員の移民する夢を断ち切り、中国人の留学する道も狭くなりつつあります。米政府が一部の中国人留学生のビザ発給を拒否し、イギリス政府もその後に続き新政策を打ち出しました。 A メディアの報道によると、イギリス政府は外国人の留学生の学科を審査し始め、数百人の中国留学生はビザを取得できず、あるいは取得したビザが取り消されるかもしれないと報道しました。ロンドンタイムズの報道によると、イギリスの外務 A 連邦開発省は10月1日から、イギリスへの留学生の受講学科について審査範囲を拡大したと報じました。 審査の基準は外国人留学生の申請する受講学科が国家安全に影響を及ぼすかどうかだそうです。同報道によると最新規定に照らすと数百人の中国留学生は審査に引っかかり学科を受講できず研究にも従事できないといいます。特に厳しい学科は航空宇宙、人工知能、ネット安全などの国防科学と関連する領域です。 ロンドンタイムズとロイターは、イギリス政府の思惑は明らかに中国人留学生を念頭に置いて取った措置であると指摘しました。英国外交シンクタンクヘンリー・ジャクソン協会は9月、人材流出、英国、中国と知的財産盗難問題の報告書の中で、中共軍とつながっている中国の大学卒業生900人が、イギリスの33の大学の研究機構で学んでいると指摘しました。 イギリスに続いて日本でも動き出しました。中共の技術窃盗標的の転向を懸念し、日本は2021年から留学生ビザの審査を厳格化すると報じられました。日本メディアの報道によると、経済安全保障を強化するため、日本政府は来年度から大学への留学生及び外国研究者へのビザ発給審査を厳格化する方針を固めました。 先端技術と情報が中国に流出するのを防ぐためであるようです。読売新聞によると、米国と豪州は近年、中国が組織的かつ計画的に留学生を利用して外国の技術を得ようとすることに警戒しています。日本は現在、ビザ発給段階で、米国のような厳格な調査を行っておらず、専門家は、米国に拒否された中国留学生は今後、 留学先を日本に変える可能性があると懸念を抱いています日本政府は来年から経済安全保障を強化するのに大学への留学生と外国の研究者のビザ審査を厳格化する予定です日本経済産業省は国際動向を見ながら軍事目的に使われないよう大学の先端技術の専門知識の流出を防止するため 企業と大学に対して徹底的に管理すると明かしました。